今日はここをバラしていけるかちょっと挑戦してみたいと思います。はい、とりあえずこれ外せました。これ外すときにこいつが邪魔になっちゃうんで、これはこっち外してやれば取れるんで、それはまあこれとこれとこれかな、あとこれか、この後ろのところを外せばブラブラになるんで、それでスポッと外れるようになります。でまあオイルクーラーついてるんで、こいつは外して、外しやすくして、こいつも外して、外しやすくして、別に硬くはなかったです。でここは10番のソケットで取れるけど、この隙間が狭いんで、あんまりメガネレンチみたいなとかだと入らなくて外れないかな。で全体的に全然硬くないかな。こういうもう素材にそのまま刺さってるから、締め付けすぎると逆に壊れるっていう穴ですね。まあ、トルクレンチがあって、トルクが分かってれば問題なく締めれるんですけど、そういうのが分かってないと、まあそれなりで締めるっていうことしかできないですね。でシールがこの黒いやつ、これ純正ですけど、これ多分綺麗に剥がれるやつですよね。綺麗に剥がれてるから、純正じゃないと紙みたいなやつだから、なんか反対側みたいに緑の変なのがめっちゃついてるみたいな感じになりますよ。で、まあここの場合だと、まあまっすぐ綺麗に引っ張れば、冬でエンジンかかってなくても剥がせるって感じですよ。やっぱオイルは抜いてからやった方がいいですね。オイルはいっぱい出てきたんで、抜いた後でも。んで、見たらわかるんですけど、最初こうやってついてて、ここが、あれ、足のキックのところの穴ですね。で、ここがオイルの穴で、ちゃんとここつまみがあるんで、ここと、あとどこだ、あとこの下のとこ、あとここ3箇所あるんで、そこをきれいに引っ張ってコキコキしてやればうまく出てきます。無理やり斜めに引っ張ると出てこないんで、そこだけ気をつければとりあえず開きます。あとはこいつ、こいつをまあ覚えながらバラしてやって組み替えてやれば、クラッチ自体は交換終了で、この4本のボルトのところに1枚2ミリくらいのワッシャーをつけてやると強化クラッチみたいになるって言ってる人がいました。とりあえずそれは試してみようかなって感じですね。こんな風になってます。とりあえずネジが4つ取れました。最後キュッて止まるぐらいの感じはあるっぽかったんで、まあそのキュッて止まるのが終わったら、すぐある程度の抵抗がありながらゆるゆるって、まあ、手では開けられないぐらいの硬さ、開けれるか開けれないかぐらいの硬さで緩んでいきます。で、これがてっぺん開けたところです。で、てっぺん開けたら中はこんな風になってて、真ん中にベアリングが入ってたんで、これなくしたらやばそうなんで落とさなくてよかったです。この下にワッシャーもついてます。こちら、まあこんな感じです。見えたか、こちら、これがワッシャーです。ほら、ずれ、まあこれ絶対落とさないようにしたいです。はい、こちらが新しい方の、クラッチの押さえるバネですね。
で、こっちが古い方の押さえるバネで、まあ、へたってたらこう高さが変わってくるらしいんですけど、まあ、やっぱほぼ変わんない、全くと言っていいほど差を感じない。触ってみて、まあだからバネ変えなくてもやっぱいいんじゃないかなって感じですけど、なんかネットで調べた時も全然へたってる感じなかったって書いてあったんですよ。だからまあ変えなくてもいいんじゃないかなって、そんな高くなかった気がしますけど、ただ4つになるんで変えるとしたら、まあだからどっちでもいいんじゃないですかって思います。はい、こいつの一番内側の、まあ、抜き通る順番で言えば一番最後のやつです。一番最後のやつの下には何もこうついてないみたいなので、この一番奥のやつ、このプレートのやつから入れて薄い鉄板入れて、こういうやつ入れて鉄板入れてってやっていけばいいみたいです。で、一番後ろのやつを取りました。その次はこのステンレスみたいなこいつです。基本的にこのガタガタにはまってて、で裏の、まあ、一番上にあったやつもこれ、ここにはまってる、こことここでカバーし合ってるって感じで、まあ見ればわかるんですけど、一番後ろのやつがちょっとだけ高さが違う、ここまで高さが一緒でここからちょっと低くなってる。それで一番奥のやつと手前のやつの違いを見分けられます。ちなみに新品のプレートがこれです。番号はこれです。とりあえずはめてみました。はめてみたらなんかここに若干の隙間があるのが気になります。他のはこんなに隙間はあるとか、もともとついてた純正のやつはこんなに隙間ついてなかった。なんかここに数ミリの隙間、こっち側に対するここからここまでのこの隙間、ここここは隙間ちょうどよかったけど、ここはそんなに隙間なかったから大丈夫か気になるけど、このままつけていってみます。はい、ワッシャー買ってきました。中の穴のサイズが6って書いてあるやつで、 M6 ってやつだと思うんですけど、6ってやつで、で外側が、何か忘れたけど、まあもともとついてたこいつのサイズにほぼ合うようなサイズにしました。で、厚みが、1.5 の厚みのやつにしました。で、まあ8個買って、2枚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 ってつけていこうかなと思っているって感じです。2ミリくらいがあればよかったんですけど、 1.5 2個つけて、まあこのクラッチ板と同じぐらいのサイズになるからいいかなって感じです。ちょっと薄いぐらいかな。最悪クラッチ握りづらくなったら、まあ外せばいいかなって感じになるから、1枚外してとかでもできるし。で、まあ本来やるのはなんかこのクラッチをもう1枚重ねるっていうのが本当のやり方みたいで、強化クラッチ、クラストラッカー、ビッグボーイって検索するとこのクラッチ板がもう1枚多く入ってるやつが売られてるって感じですね。まあとりあえず押さえつける量が増えればいいって感じなんでしょうね、きっと。まあよく知らない。だからそう考えれば昔使ってたやつをもう1枚使ってもいいかなって感じですよね。まあそんな感じです。
今からこいつをつけていこうと思います。こいつはこうやって貼っつけていく感じね。反対か、こういう向き的にこっち、まあ形状を見ればすぐ分かると思います。で、反対のステートコイルはこの液状ガスケットっていうのをやってみました。まあ、今回もこっちもこれでやろうかなと思ったんですけど、せっかく買ったやつがあるからまあいいかな。こいつ1個で多分両側やっても余るんじゃないかなぐらいですね。一番小さいやつにしましたけど全然足りる。温度も200度って書いてあるから全然足りる。でこれ塗ったら、まあ今冬だし、あの1日とか置いてからオイル入れた方が多分いいと思います。まあ俺の場合は反対側は、まあ、今空いてる方は、まあ、こいつ使うからつけて、まあ、すぐオイル入れれるけど、とりあえずオイル入れるのは明日にしようかなと思います。明日も一応休みなんで。はい、どうもこんにちは。今日は、今までやってきたそのクラッチに盤の交換とかの結果を話していきたいと思い立って、動画撮ってるんですけど、結局どうなったかっていうと、デコンプを上げた状態でセルをかけてもピストンが降りなくなったっていうのが一つと、あとはクラッチが硬くなったっていうのと、あとクラッチを握って、こう、まあ、その後、エンジンにつながるのがすぐになった、クラッチが切れるのがすごい近くなったっていうのと、まあ、あとちょっとは、まあ、まあそのくらいですかね。だから結局クラッチ盤は交換しなくてもいいのかなって思うかな。今5万キロくらい乗ってるけど、そんな感じですね。で、まあエンジンもかかったんで、ステータコイルの方は機能してるんだけど、まあそうですね、すごい電気が強いって感じでもない。だからまあもしかしたら整流器の方もなんかちょっとはおかしいのかなと。別のやつに変えたんですけど前、でも大して変わんなかったんで、まあ、純正の方に元に戻して今使ってるって感じですけど、まあ原因が他にあるのかなって感じです。まあだからバッテリーは交換しようとは思わないですけど、まあ結局電力が強くなったって感じはしないっていうところですね。だからセッティングがまあしっかり出しきれないっていう感じかな。まあ結果そういう感じでした。そんなにだからやってよかったっていう変化は特になかったっていう結論ですね。だから皆さんがやろうとするときは特別やらなくてもいいよっていうことをお勧めします。はい。